駅ご利用のお客様には大変ご不便をおかけいたしております、どうぞ皆様しばらくのお時間、ご容赦くださいませ。それでは初めに主催者を代表いたしまして、東武鉄道株式会社執行役員鉄道事業本部副本部長真島老より一言ご挨拶を申し上げます。ご紹介いただきました東武鉄道の真島でございます。本日は年末お忙しい中、また寒い中、船橋駅開業100周年記念式典にお越しいただきまして誠にありがとうございます。また船橋市長松戸徹様、船右衛門様にもご臨席いただきまして誠にありがとうございます。船橋駅開業100周年記念式典にあたりましてご挨拶申し上げます。船橋駅は今ございました通り、1923年12月27日に船橋柏間運行とともに開業し、来週27日に100周年を迎えることができます。当初は野田で製造されますお醤油の運搬を担わせていただくことを主な目的として開業いたしましたが、その後沿線の宅地開発が進みまして、お客様にご利用いただく路線として変遷し、今日に至っております。この間さまざま取り組んでまいりました。近年では都市間輸送を充実させていくこと、また沿線に公園を多く有していることから、2014年愛称を東武アーバンパークラインとさせていただきました。また同年、当社としては初めてこの船橋駅にホームドアを設置させていただきました。2020年にはアーバンパークライン全線で急行運転を開始し、速達性の向上を図りました。この100年の間にはさまざまなことがございましたが、本日この開業100周年の節目にこのような場を設けられましたのも、沿線をはじめ多くの方々のご支援があってのことと、改めて皆様のご厚情に深く感謝申し上げる次第でございます。今後も親しみを持ってご利用いただけるよう、利便性安全性を高め、沿線価値の向上を図ってまいります。結びに船橋様をはじめ沿線地域の皆様のますますのご発展と、ご臨席いただきましたご来賓の皆様のご健勝ご多幸を記念するともに、今後とも変わらぬご支援をいただけますようお願い申し上げまして、挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。続きまして、本日はご多様の中駆けつけてくださいました船橋市長松戸徹様より、ご来賓を代表いたしましてご祝辞を賜りたいと存じます。それでは松戸市長お願いいたします。皆さんおはようございます。ご紹介いただきました今日船橋市の一日駅長を拝命いたしました船橋市長の松戸でございます。東武鉄道船橋駅開業100年本当におめでとうございます。今真島様の方からルルお話がございましたけれども、今から100年前船橋市が誕生したのがまだその後でございまして、その14年後に船橋市が誕生いたしましたけれども、この船橋駅が誕生した時は船橋町という江戸時代からずっと続いていた宿場町の頃でございました。鉄道の駅というのはそれぞれの自治体町にとってその発展のための大きな核になったわけでありますけれども、この船橋駅も船橋市の発展のために本当に大きな役割を果たしていただきました。特にですね、今船橋人口は64万8千人ということで島根県とほぼ同じ人口を抱える大きな市になっておりますけれども、その何よりも一番の魅力となっているのは多くの方が行き交う、そういったにぎわいにございます。今東部この船橋駅は乗降客が約11万人ということで、1日あたり11万人ということですけれども、船橋市のこうした発展を
この100年間というものは船橋の発展を支えていただいた100年だったというふうに考えています。特にですね、近年というかずっと船橋市にとりまして本当に感謝を申し上げなければいけないのは、東武さんが船橋市のさまざまなイベントに対してご協力をいただいて、市の職員からもぜひ船橋の駅長さんをはじめ皆さんにお礼を言っといてくださいって言われるぐらい密接な関係になっております。でこれまでの歩みの中で先ほどホームドアの話もございましたけれども、いろいろな先駆的な取り組みをしていただきながら利用されている皆さんの本当に快適な環境を作るということでずっと取り組んできていただいております。市としてもこの東武鉄道船橋駅、そして各柏までの沿線のアーバンパークライン の, 発展というものは大きな期待を寄せておりますし、この100周年を機にまたさらにご発展されますことを心からご記念を申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。市長、すでにもう駅長さんの装いでご登場いただいておりますが、ここ船橋駅の一日駅長を務めていただけることとなっております。引き続きましては一日駅長任命式を執り行わせていただきます。任命は東武鉄道株式会社東武船橋駅管区長須藤則之が行わせていただきます。それでは松戸市長、改めましてステージへご登場ください。お願いいたします。任命書、松戸徹殿、あなたを東武アーバンパークライン船橋駅一日駅長に任命する。2023年12月23日東武鉄道船橋駅長須藤則之、よろしくお願いします。させていただきます。まずはでは中央の方に手を送りください。すいません、こちら下よろしいでしょうか。どうぞお二方とも笑顔でお願いいたします。お願いいたします。こちらお願いいたします。ありがとうございます。こちらもいいでしょうか。すいません、お願いします。それではお二方、こちらにもお客様多数いらっしゃいますので、左手の方に少々一応、はい、お願いいたします。ありがとうございます。それではそろそろ、はい、続いて一日駅長お一方お願いいたします。ではまずは中央に指定をお送りください。よろしいでしょうか。では続いて左の方に指定をお送りください。さあ、そして今日はですね、開業100周年記念のお祝いに船右衛門も駆けつけてくれました。拍手でどうぞ皆さんお迎えください。では松戸一日駅長と船右衛門での記念撮影の時間とさせていただきます。ではまずは中央にお願いします。ちょっとこちらお願いします。こちらでお願いします。中央の皆様よろしいでしょうか。ありがとうございます。ではお二方、左手の方へ視線をお送りください。管区長もお入りになりまして、記念撮影のお時間とさせていただきます。お二方そのまましばらくお待ちください。ではまずは
います。もう少し笑顔でお願いします。